1998年のアメリカ大使館爆破事件はケニアとタンザニアに置かれたアメリカ合衆国の大使館が爆破された爆弾テロ事件である。この事件は国際テロ組織アルカイダが関与したと断定したアメリカはミサイルによってスーダンとアフガニスタンを攻撃した。1994年テロリストはケニアの首都ナイロビに福祉団体ヘルプ アフリカピープルという NGO 系の事務所を開設した。彼らはこの事務所を隠れ身のとし、大使館攻撃の準備を行っていたと考えられている。事件の前には、トラック爆弾を具体的に知らせる密告、警備責任者から自動車テロ対策の脆弱性の指摘があったが、在ケニア大使からの報告に対して CIA や国務省の対処はなかった。 1998年8月7日の10時40分、実行犯はアラブ人街のヒルトップホテルに集合し、爆薬を満載したトラックで出発した。トラックはアメリカ大使館の裏手に回り、実行犯1名を降ろした。彼は大使館敷地に手榴弾を投げ込み爆破した。トラックは大使館の正門に回り、手榴弾の爆発を合図に、大使館内に突入。 同時に爆薬が炸裂してトラック諸とも自爆した。この自爆攻撃によってビル内にいた大使館員と民間人など213名が殺害され5000名以上が負傷した。アメリカ大使館自体は非常に丈夫に建設されていたために大したダメージはなかったもののその反動で爆発の影響が隣の民間ビルに集中しコンクリート製の建物は 完全に崩壊した。瓦礫の山となったアメリカ大使館の隣のビルの映像は世界に配信され、多大な衝撃を与えた。8月7日、同時刻、タンザニアの首都ダルエスサラームのアメリカ大使館も同様のトラック攻撃に遭い11人が死亡、77人が負傷した。これらの攻撃はイスラム聖地解放軍が犯行声明を出した。 聖地エルサレムのあるパレスチナを占領するイスラエルとメッカメティナのあるサウジアラビアに湾岸戦争以来駐留している米軍の撤収を命じるもので1996年にサウジアラビア東部のダーランにある米軍艦舎が爆破攻撃され19名が死亡した事件が思い出された。ジハード団の幹部メンバー4人が事件の2ヶ月前に CIA の捜査でアルバニアで逮捕され エジプト当局に引き渡された。このことからアメリカに対し報復テロがあるだろうと警戒されていた中での惨事だった。さらに大使艦爆破が8月7日となったのは湾岸戦争でアメリカ軍が聖地を有するサウジアラビアに駐留を開始した日でその8年目に当たったことからウサーマビン・ラーディンが決定したものであった。ソマリア内戦への報復の意味もあったとされる。 イスラム聖地解放軍は、エイジが用いた別名に過ぎないが、爆発物の性質から、西側各国はこの事件以来、エイジとウサーマ・ビン・ラーディンや、アイマン・ザワー・ヒリーのアルカイダの密接なつながりに、注目することになった。エジプト大統領、ホスニーム・バーラクは、テロ直前の7月14日、エジプト海軍学校の卒業式での講演の中で、世界中が、 テロの舞台となりふると述べたばかりであった。これは国際連合の避難決議を受けてもパレスチナの占領地から撤退しないイスラエルを批判したもので撤退しない状態が続けば中東にとどまらずテロリズムその他の暴力行為が増えると指摘したものだったが発言からわずか20日ほどで現実となり彼の予言的な発言が注目された。事件発生後イスラエル軍が 現場に到着して救助作業その他を行い始めたが、それはアメリカ本国からの FBI の到着よりも早かった。イスラエル軍はアメリカ大使館が保有していた機密資料を探しに来たのではないかとも言われている。アメリカ合衆国大統領ビル・クリントンはアルカイダ関与の可能性を受け8月20日に報復攻撃の実行をテレビ演説で発表した。 攻撃の対象は、スーダンの首都ハルツーム郊外 20km にあり、アルカアイダの拠点と断定された化学兵器工場とアフガニスタンのテロリスト訓練キャンプでインド洋に展開している海軍艦艇からトマホーク巡航ミサイル数発で攻撃し、目標は完全に破壊された。明確な証拠もないままでの独断攻撃によって、クリントンは議会から激しく非難される。 特にスーダンはすでにアルカアイダと決別していて攻撃されたのは薬品とミルクを製造している工場であることがすぐに露呈。しかもスーダンの3分の1の需要を賄っている重要施設であった。FBI の捜査によって実行犯の一人である元アメリカ兵のアリムハマドを逮捕した。ムハマドはヘルプアフリカピープルに出入りしており大使館を偵察していたと言われる。 彼が、ビン・ラーディンと共に、作戦会議を行ったと証言したため、これを根拠として11月4日に、ビン・ラーディンを起訴した。1999年11月15日には、国際連合安全保障理事会において、国際連合安全保障理事会決議1267が採択され、アフガニスタンを実行支配するタリバーンに対して、ウサーマ・ビン・ラーディンと、 その関係者の引き渡しが求められた。しかし、ターリバーン政権はこれを拒否し、ターリバーン政権に対して、経済制裁が行われた。クリントン政権は18名の兵士を失った、ソマリア内戦介入失敗を引きずり、大規模な外政を控えていたが、このミサイル攻撃を皮切りに強硬策を、次々と打ち出す。同年12月には、イギリスとともに、 イラクをミサイル400発で攻撃、翌年にはコソボ紛争に介入し、NATO を率いてユーゴスラビアを空爆した。2006年1月8日にアメリカ軍が行ったソマリア南部空襲により、この事件の容疑者を含むワルカアイダのメンバー数名を殺害したと公表した。その後もアメリカ政府は事件に関与したとされる、コモロ出身のファズルアブダラー・モハメドに500万ドルの 懸賞金をかけ行方を追い、2011年6月7日に、ソマリア暫定連邦政府の警察組織によって、モガディシオで射殺された。2020年8月7日、爆破事件の首謀者の一人で、アルカイダのナンバー2となっていたアブムハンマド・マスリが、テヘラン市内で、イスラエル工作員二人に銃撃され死亡した。AB、1998US e m b a s s イン アフリカ・ボミングス・ファースト・ファクツ。CNN、2019年10月17日閲覧。1998年米大使館、爆破事件関与のアルカイダ幹部拘束か、米軍が、リビアで。アフップ部ニュース、2020年8月6日閲覧。NHK スペシャル、9.1101年目の、真実による、ハット NHK スペシャル、9.1101年目の、 真実による、ハット BS 世界のドキュメンタリー、ジハードの変遷後編ビンラディンの前線復刻によるテロ対策特別措置法に関する資料、衆議院調査局、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びに、イラク人道復興支援活動等に関する特別調査室編纂資料、末尾にアンポリ決議1333の翻訳がある。 アルカーイダ幹部、ソマリアで射殺される。読売新聞。http www. 読売。c o j p w o r l d n e w s 2 0 1 1 6 1 2ト1 t 0 0 0 8 8 h t、HT、m 2 0 1 1年6月12日閲覧。米情報当局、アルカーイダのナンバー2の殺害を確認テヘラン市内で、今年8月米大使館爆破の首謀者。 産経新聞2020年11月14日閲覧ありがとうございます。